元気を失くして座ってるはらうり娘がそばに来て綺麗なお花をくれたとさマイク OK かなはい始まりました今ちゃんのバイトの時間 第7回目です。おはようございます。おはようございます。は,い,すはーい、ありがとうございます。やっと来てくれたというか、今日のゲストはいきなりやけども前回もうこれ第1回目でやるかー言うたら無知国であの来ませんでした。肩が今日きょ来ました。一見目の対象です。どうぞ。おはようございます。いえいえ。 あのすみませんでした先日はいやいやほんまえなんかねすみませんあのすっぽかしたことも忘れててすみませんすみませんいやもうケア入りましたあの時は今日も一時間前にちゃんと来たんでいやいやほんま嬉しいありがとうございますいやいやほんまここからスタートやってんけどはいまあ一個ずれてはいはい今日はもう C M はいあのまた口頭でやってもらいますから C M 作ってませんからねはいよろしくお願いしますそれとですねあと今日は東京からやってまいりました特別ゲストレイ山田さん向かいましたどうぞいやいやいや よろし,くお願い,しますいや嬉しいね。ということで、今日こんな感じで始めていきます、CM 流したいねんけど、いいかな CM か、CM ブランチュさんとハーレーさんとあと口頭、それ終わってから、えー、と川野さんから、えー、と口頭でやってもらいますね。はいどうぞ あの国際通り天武から徒歩1分のところにある「ブランチュ」っていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえっ元気なお店だよねそうそうしかも時給1,000円で交通費も出るんだってマジ定時やばい詳しくはお電話098-894-8778まで。 低いところ、ハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますん大阪の粉もん食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば絶対に死にまーさんハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります定休日は金曜日はいそれでまだ CM 作ってないえっ、ー、と一軒目さんの CM どんなんかって言っうとちょっと喋ってみますね。はい 昼飲みの元祖は一軒目、第一公設市場。近く、食堂居酒屋一軒目。正午から、心が折れるまでの営業。一軒目。ヤギチーズもあるでよっていう感じなんですけど、これ、なんか鹿児島弁とかでやってもらう。ヤギ、ええ、チーズのピザね。あ、ピザ。ピザ、ピザ。これ、今、何って言ったヤギチーズもあるよっつって。<laughs> そう、そう、そう、ね。ピザ、ピザ言わない。そう、そう、そう、そう。これが、なんと、その職人さんいるんですよね。います、います。はい、はい、はい。あの、彼は、もともと。 ピザ,職人,ピザ職人で引き抜いたっていうね,ねなんかええ感じのああいいですよもう彼がおったらなんかすごい安心して休めるんじゃないでそうなんですよね <laughs> あ,あんま店いないですからねいやいやしっかりしてるからええ<ー>スタッフ見つけたなみたいなそうなんですはいいやいやで隣でお座りしてますあの美女ですね <laughs> 山田さん本当にね僕最初ねポスター見た時 山田って書いてるしレイっていうまた名前があれやから確実にも沖縄の人やな思ってんけども実は東京出身で言われるの嫌やろそんなことないですけどねでも沖縄出身のアーティストだと思って応援してくれてる方も多くって結構逆に東京のファンの人たちが私沖縄から出てきて歌手を目指して東京に来てる子みたいな感じでいまだに思って応援してくれてる方とかもいるのでちょっとプチ 口先してます。ほんま言わへん方がなんかお客さんねファン集まるかもからな。そういうことですね。わかりました。ではとりあえずですね。えっと今日のえっとゲストの河野良平さんのま自己紹介というか良平造ですね。良造さんの自己紹介というか一件目のお話ちょっと聞かせてもらえますか。えっとっていうかバイトの話あった。バイト。うん。あ今までのバイト経験。今までのバイト。あは。 あんまないでも、実はもうーン飛ぶけども、僕がこうやって、5年前ですね、あそこらへんちょっと歩いてたら、まだそんなにまだ昼飲みもない頃ポツンと店があって、それ、看板見たら1軒目、言うか、ピーって来て、あれ、俺な、2軒目やったらよ、新宿の店で行ってたなと思って、これちょっと、ちゃうかも分からへんけど、一回聞いてみようかなと思って、すいませんって言って、はいって言ってね。 いや俺ね、あのー、ここの店の屋号ちょっと気になってんけど僕は東京で高校高校2軒目で。はいはい あの、よう飲んでた時期あんねんで、言ったら、いや、僕、そこでバイトしてましたって言ら、いや、僕、今村さん覚えてますもん。ね、2回ぐらいお会いしてますよ。ね、多分つけて飲んでたと思うわ。あの変態居酒屋のね、で歌舞伎町のね。いやいや、もう、それ、そこで2軒目だった、1軒目あんま言ったら、あそこ、もう一個、あそこね、あれがあって、地下の行ったろね。そう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 。えっと、あそこが1軒目ですよ。えっと、なんやったっけ、新興ビルの地下のね。そそうう、名前なんやっったけ あそこがまたどっぷりはまってね、はい、いやもうあの頃はほんまによう飲みましたいやもうあのちょっともう今考えたんで、ね、大変でしたね大変やったねよ、はい、うん、生きてたなみたいなそうなんですよえ時に隣に座ってるレイさんお酒飲めるの、はい、お酒大好きですあーよかった <laughs> これで飲まれないって言うたらなもうちょっとパンあれやけど <laughs> じゃあまあよかったよかっただったらちょっとレイさんちょっと考えててねバイトの面白いよね 川野良三さんにちょっと聞いてみよう、はい。多分予算あると思うね、いやな、ないんですよね、あ,のねいやあるあるある、あのー、いや、まあ、その大事な面接に遅刻して、うんまあ案の定、あのね、だめだったっていう話とかね、あ採用されなかった採用されないですね、当然ですよね、1>, <laughs> うん、10分1時間ぐらい遅刻しちゃって。 得意なやつ。そうなんですよ。いやいや、ここなんか完全に経験があったしな。みませんね。いやいやいや、またぶり返してい。やでもほらやっぱり仕事柄やけどもお酒飲みながら働くっていうパターンやから、そこもやっぱり失敗談なんか予算があるんじゃね。あ、もうそうそうもういっぱいもうラジオで喋れないことだけしかないので、ああ喋れないですね。とんでもないです。あそんなばっかりね。そんな世界ですからね。ああまあガあのガラね新宿もそんなこともないし。そうですね。 まあ客層もねいやはいもう最悪でしたねもうねいろんな人いましたよね楽しかったそれがまあまあそ,そういう話はまた今度飲みながら是非で、ね、すそうやねやろしてく,ください分かった <laughs> じゃあソフトなれいちゃんの話う、はい、<laughs> そうですね一番最初どんな感じバイト大学時代は結構掛け持ちしていろいろバイトしてたんですけど、うん、飲み屋さんとかバー バーのバイトもしてて青山にあったバーなんですけど青山サンゴっていうところで,でそのサンゴがまあ結構東京であの面白い人たちが集まるバーで,でそのサンゴの2軒目を沖縄に作ろうって言ってすぐそこのパラダイス通りの入り口の左側のボラーチョスってあのスペインあメキシカン料理屋さんそれの大元で働いてました東京で。 ええ、パン、今もあるの?。そこにすぐそこです。あ、そう、美味しいですよ、料理。あ、そう。バッファローチキンかな。めちゃくちゃ美味しいです。本格的なメキシコ料理と、あの、向こうのカクテルとか。入って、こっち側のが、これから。そうです。はい、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 はい。結構、あ、そう、混んでるよね。あ、いっぱいします。あんな感じの、あの、メキシカンではなくて、バーでしたけど、あんな雰囲気の店を。東京でもやってて、で、まあ、ちょっと次。 お客さんも増えてきたし結構オーナーがサーフィンとかする人だったりもして沖縄にも縁がある人だったからそれこそ鹿児島出身の人なんですオーナーはあ、そラなチュスそう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 それでやろうって言ってあそこなんですか 大事なのかな別にチャンポイントではないと思うんですけどで,す、ねうん、でも結構ファッション的にはみんなに通ってますねす決め事が頑張ったが生えへんやつは<ゲ>採用されない最低条件 <laughs> うん、俺そこで多分僕も入ってるでもね料理まで食べてないわはしご酒でね行ったことあるわはいはいはいあそこか で、それで一軒目のところは、その青山サンゴ。そうなんです。サンゴっていう場で。やっぱ海が好きな人なん。やそうですね。それもあるし、あのオーナーが二人で共同でオープンしたときに、二人が三十五歳だったんですよ。で、三十五歳で独立っていうところで、サンゴ。でも、漢字でサンゴでしたけど。今沖縄で言ったら、サンゴ。コーヒーってあるけど。ねそうです。そうです。そうです。あんな感じです。うそこで、ウエイトレスやってたの。まあ、バーテンダーですね。中に入って。作作ってはい、そうです。そうです。そうです。 はい。あじゃあもうお酒なら結構詳しいしお酒はけな結構シェアーをー振ったり本格的には作らないけど、うん、何でも作れますね。あそう。<laughs> はい。それがまあ走りのアルバイト。そうですね。うん、うん。失敗談とかないの？失敗談っていうか私あの週に一日、うん、水曜日だけそこは働くよって言って。うん いやもっと入ってくれないと困るけどって言われたんですけど、うん、いやもっと入ったら飽きるし、うん、お客さんとしても来たいし、うん、1> あの週1で十分だわ働くのはって言ってで水曜日に入って。 で8時ぐらいに一応入るんですけどそれ、うん、常連さんとか来るじゃないですかうん、うん、で自分がいるからっていうので水曜日に久しぶりの友達とか飲みに来ると楽しくなっちゃってうん、うん、その子を連れてどっか他に行くんですよねだいたい自分の店に帰ってくるのが2時3時とかで夜中のうん、うん、でまあ何軒もな外で外回り<ー>パトロール長すぎるぞみたいな感じで。 ににわかに毎週怒られてました、ね、なんかアルバイト来てるのか、遊びに来てるのか分からへんそうです、最初は日当だったんですけど、<laughs> うん、1>, あの1日バー,、うん、1> バーテンダーやってくれていくらだったんだけど、もうれいちゃん、時給にしていいかなって言われて、うん、全然帰ってこないし、賞、うん、味いるの30分ぐらいの時あるじゃんって言って、うん、それから時給になっちゃいましたけど、<laughs> あんまりあの経営者からしたら、あんまり歓迎されへんような こうやね、そうですね、でもこういろいろはしご酒して、うん、周りで仲間いっぱい連れて、ああ最後、二次元に戻ってくるときは大人数だったりするんですけど、トントンかなみたいな感じで、えー。そんなんや,っやってましたけど、うん、まあ本業大学生っていう感じだったので、うん、まあ学業しながら、ライブ活動しながらっていう感じでした。 はい,いやいやそういうふうな感じね結果いい従業員ですね、うん、あっむしろむしろ貢献してるんです貢献してる、ね、うそうあのねえー、っと 沖縄で出してるあの音楽の雑誌あるのよ。はい。え、百選やったっけ？音楽えっと沖縄音楽旅行。そうそう。はいはい、それで載ってるでしょ？あ、で載ってます。レレちゃんの、えー、レコードを推薦してるお店屋さんが、はいはい、あの台湾のな、はい。チンタオ食堂。そう。大体、はい、ね、俺これ見て。 あこのここの店行けるタイプやなと思ってひょっとしたらあの酒も飲めるんちゃうかなって,って想像してたんよ。はい、あ,あそこのお店ってどっちかって汚いでしょ汚なトランですねうんそうだからあれを好むか好まないで、はい、性格大体わかるよ。ああ、ちょっと言ってるにわかりますね。だからああいうふうなところを好むっていうか行けるタイプやもんね。<laughs> 行けるタイプです。好きやねんねん、はい、<ー>ストライクゾーンかかかなななり広めでする、ね、<ー> <laughs> るほどなるほどどっった分かったうん <laughs> そうですかじゃあ<ー>あそこ結構行ったりとかしてるの そうですねたまに寄らしてもらってまあ料理出てくるの遅いけど美味しいからね美味しいですでも基本的にあそこのお父さんお客さん選ぶから先にオーダーした人のものが先に来ると限らんからお気に入りのレイヤマダは早いですよって横のおじいがあれみたいな俺も水餃子頼んでるけどなんでそっち先みたいな顔されるけどニコッと笑えばしょうがないかみたいな感じでごめんねとか言って言えば おおもう池田さんみたいなあるあるですね。チンタはあるある。川畑さん行ったことある？もう沖縄あるあるです今のね。僕もそうですもんね。やっぱやっぱ小林ちゃん先出しますよ。まあねな。そうですよ。やっぱレディーファーストの精神が。さすが沖縄だなと毎回思いますけど。なるほどなるほど。うんなるほど。知ってろしるタイミングあの店。 台湾の店あのこの間見せてもらえた休んでたけど初めて初めて声聞いた今びっくりしたいやあの今日カメラ映せないんだいやいやいやまあでも行ったことないいや何すね連れて行ったる連れて行ったるめっちゃいいですよいいよな雰囲気台湾の屋台と日本のちゃんとした居酒屋の間ぐらいのちょうどいい風が吹いてますそうやねでもいいかもしれない俺最初行った時 ここ潰れてんのかなやってんのかなっていうような感じ恐る恐る入ったらやってるねんけど反応すごい鈍いからあれ何かなと思ってんけど味味,味 あ料理食べたらね納得してねめっちゃ美味しいんですよ何やこれなかなかいけてるぞとか思って、うん、そうなんですわ、うんうん、かるわかる、うん、そうかなかなかいいところチョイスしてますね、うん、まあでも <laughs> もう何回も来られてるんでしょそうですねい,い,いろんなとこ行ってる行ってますね北部から南部から那覇から、うんうん、ライブはコザ、えー、の方とかもやってる ライブコザもやややりましたりままししたたたね私がいつも一緒にあのライブしてるギタリストの国吉亮君っていう,うん、うん、彼がコザ出身なので、うん、結構向こうのディープなブルースバーだったりとか、うん、ロックの箱だったりとか、うん、いろんなとこでデビュー当時はよくやってましたね。へ<ー>うん 他は,大きいなではあとは、まあ、那覇が圧倒的にライブハウスは多いんですけどあとは茶炭のモッツだったりとかモッツでもやっあと野外フェスとかだとこう上の名護の方とか女の方とか行ったりとか<ー>そうすると結構野外で夏イベントごと多かったりとかするしるる南部は少ないかなライブするのあとは離島ツアーとかもあの石垣とか宮古でライブしたりとかもり表もやったかな。<ー>んほほななるほどなるほどど 分かりましたそれでねあの今日かけたい曲が、ね、あるんですけどいろいろ、あのー、聞かせてもらって、はい、でも、まああのー、今ちょっと告知しますけども今日これ生ですけども、はいあのー、収録もねあのちょっと手伝ってもらう。 それはね、えー、3月の30日、はいえー、収録の、えー、ものですから、はい、まあそれまでにいろいろ告知してねたくさんの人聞いてもらおうかなと思うんですけど、まあ、あの今日今回ここの生で、えー、とお伝えするのは今やっぱ一番最新のね曲「えーはい、にしの曲は。これあの去年の11月5日にリリースしたんですけど、えー、と私昨年、うん、島根県。 いわゆる山陰地方の島根県のふるさと親善大使っていうのに就任しまして、はいろ、はいろ県の PR なんかを全国でしながら活動してるんですけどもともと島根は全然縁もゆかりもない土地だったんですけど沖縄同様ライブ自分の活動のためにこう足しげく通っている県の一つで,、うん、で結構あのライブハウスじゃなくて、うん、島根でライブする時は、うん、あの寺院仏閣でライブをしたりとか有形文化財でライブしたりんだろう松江城の。 こうお城の敷地でライブしたりとか結構そういう普段ライブをしないような場所でライブをすることがすごく多くてでまあそういう活動が県の方の耳に入ってまあ結構自分の全国のファンの方があのそのライブのために島根に観光も兼ねて来たりすることも増えたのでじゃあちょっともう大使に。 あのなりましょうっていうお話をいただいて<ー>で去年になったんですね<ー>でこの「縁にしの歌っていう曲は、うん、それよりも前に、うん、島根県で書いた曲で向こうのそう,そうなんです書き下ろしというか向こうで美ほ神社っていう神社で奉納コンサートをした時に、うん、奉納曲として書いた曲で向こうに「あの あの有名な湖があるんですけどそうですそうですしじみのとこそこに浮かんでる嫁ヶ島っていう島がありましてうん、うん、嫁ヶ島伝説っていう伝説があるんですけど、うん、ま悲劇なんですよ、うん、あるお嫁さんが、うん、あのお姑さんにいじめられ、うん、あの氷が張った宍道湖を渡って。 で自分の両親に会おうとするんだけど途中で氷が割れて死んでしまうっていうすごい悲しいお話で,でそこからインスピレーションを受けて書いた曲ででなんか結構良縁あの縁結びの国なのでやっぱ出雲あの島根って良縁ばっかりを歌われることが多いんですけどやっぱりこううまくいかない人間関係ってあるじゃないですかそういう側を歌にしたいなと思って書いた曲で,でこれが島根県の,あのタイアップ曲に観光協会のタイアップ 曲に選んでもらって<ー>それでリリースに至ったんですけど<ー>で今この曲ひっさげ1月から全国ツアー中で,、うんね、で全国ツアーのファイナルはやはりここ沖縄でということで、ね、セミファイナルの東京を先週を終えて、うん、グランドファイナルは沖縄で2箇所やりますうん、うん、なるほどはい広島から始まったんですねそうなんです、えー、それで今日の夜ですよねそうなんです今夜ですす今夜那覇市のアウトトプット、はい あのー、雲寺交差点のところやねそうですねちょっと歩いていったとこ、ね、はい、はい、そうですそうです、はいはい、何時からですかえー、今夜は七時半オープンの八時からスタート八時からはい、えー、ゲストもまたすごいねそうですこ今日はですねえっとギタリストの国吉亮さん、はい、もう小座が生んだ天才ギタリストそしてバイオリンのアリアねお迎えして3ピースでやろうと思います、ねねはいはい、いやいやいやこれはいい それとあと1日空いて3月の11日の日曜日は今度浦添市そうなんです浦添の京塚のところに今、u l ルを伸ばしている京塚駅ってもうすぐできるんですけどその駅前に当たる場所なんですけどそこにカフェステーションっていうカフェがありましてここはグランドピアノがある箱なので宮崎県からさつきさんというピアニストをお迎えして今度全く違う音色で楽しんでもらおうかなと思ってます。曲もじゃてそうですね わかりましたじゃあその今ちょっと紹介してもらったあのエニシの歌、はい、これちょっと聴いてみましょうかはい浩、はい、平君よろしくお願いしますねえねえあの国際通り天仏から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえあの元気なお店だよねそうそうしかも時給1,000円で交通費も出るんだってマジ定時やばい 詳しくは、お電話、ゼロ九八、八九四、八七七八まで。ゆっくいところ、ハーレー那覇、にぎわい広場の目の前で。朝から飲めて、モーニング、ブランチもあります大阪の粉もん、食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば。絶対に、しにまわさん。ハーレー、朝八時から、夜九時まで。頑張ります。定休日は、金曜日。はい、昼飲みの元祖は、一軒目。 第一公設市場近く食堂居酒屋一軒目正午から心が折れるまでの営業一軒目ヤギチーズピザもあるでよじゃんじゃんはい、えー、そういうことで、えー、と今お聞きしたのが、えー、山田玲さんの「えにしの歌でしたえー、まあ,あの後半いきますけども後半はあのまあ、えー、今日のゲスト 川野良三さんの、えー、ザ・イチバーズっていう、これ、バンドやってるんですよね、ああそうなんですよその話と5周年になるんですね、はい、そうです、ね、その話、ちょっとミックスでちょっと聞かせてもらい3年前かな、はいあのー、市場のイベントがありまして、はい、その市場のイベント、一番メインステージでね、はい、鳥でやってたバンドが一番、市場、うん、なんか全然関係ないところのバンドで。うん せっかくのイベントのよねにね、なんで市場の人がやってないんだと思って、メインのね、鳥で、あだったらなんか市場のね、メイドイン市場のなんかグループが1個でもあったらいいんじゃないのって、そんな感じですよね。で、結構いるんですよ、ギター、ベース、ドラム、昔やってたけど、今も時間がないとか、仲間がいないとか。さんがボーカルねそうです あのはい、ほで一一つ声かけて、うん、これううのちょっとやろうよって、今後ね、いろんな市場の活動でやっていこうよってことで。うんうん、もうみんなもうい、もうすぐ集まってくれてるですね。どんな構成なの、ちょっとメンバーは。ええー、まあ僕、僕が。ええー、あと魚屋の。魚屋のギターがいます。魚屋さんがギター。ギター。うん、肉屋がドラム。 もともとタコライスやってたけど今,今,今カレー屋さんやってますけど、うん、これがベースであベースですはいただみんなそれぞれなかなか忙しいんですね、うん、なかなかこう集まって今あの稽古したりとか時間はないんですけど、うんまあ、いろんなイベントの時にねちょっとこう合わせてなるほどあともう目で合図で んな,なんか酒はあるし、肉もあるし、はい、魚もあるし、ですよなんか食材もそのうね。いや、なんかやろうな、いけど、まあね、バーベキューなんかすぐできそうだねあす,ぐですね、うん。いや、でもうまいこと、組めたね、は同じぐらいやのそうですね、まあ、魚屋がちょっと若干若いですけど、は<ー>大体一緒ですよ。 なるほど。はそれで一回えレイさんとおえ同じイベントで一緒。同じイベントとかぼいやあのねレイさんはレイさんで市場でちょっとなんかの義援金のね。そうですねあの熊本のあの震災の時のあのチャリティーライブっていう形であの広瀬市場の向かいのウゴト持ってちょうどなんかバンドののギターを担当している男の子の。男のバカ息子。はいご実家の。 お店で、というよりも外ですけどステージ組んでライブをさせてもらいましたそれいいつぐらそれが去年かなですね去年の10月11月いやもっと前ですもん夏だった暑かったやつもん僕仕事サボってずっと見てましたああそうた。はい。 確かに、ああそこら辺も詳しいな、詳しいで知り合いの店もとってもいっぱいあるし、たまにいますよね、きのうも一昨日いも、公設市場の中で買い出ししてましたこっちでは自炊するので、そういうふうな部屋借りて そそううでですす早期600ちょうだいとかってって、顔なじみのおじいおばもいるから、そそそううう肉屋も昨日買った肉、肉屋がこうめん同士にあるんですよ、公設地場の中の肉屋。一つはお姉さんがやってて、一つお兄さんがやってて、ちょっと早期食べ比べようかなと思って、おとあは違う店で買って、おと先ほどでは反対側の店で買って、大差なかったんですけど、そういうなんか、味比べとかもやってます。 うん市場で買い物するのすごい好きでそれ自炊するってすごいな沖縄料理を作るわけですかそういうわけじゃないですけど早期も早期のお肉でスペアリブ作ったりとか今のタンカンとかいっぱい市場売ってるんでタンカンと早期買ってきてスペアリブしたりとかいろいろ作りますねあほんま料理も好きなんやねもう唯一の趣味です趣味にね大好きで なかなかええー、技を持ってるね <laughs> いろいろバーテンダーもやられたっていうしねはいそれもな。 <laughs> 飲み食い大好き。んま,なんかまあ、食いっぱぐれないね、まあ、ね、ま,あまあ、失礼やけど、これ、ね、から。ガチの世界で、バーやろう思うのにね、<laughs> 食いっぱぐれない言うのもおかしいけど。あ、そうですか。そうですね。それであのー、一軒目なんですけども、回転、はい、して。五年。五年経つんです、ね。そうなんです。あ、意外とね、五年前って、あの辺、あの界隈って、まだ昼からっていう飲み屋。なかったんですね。ね飲んでる人もね、ちょっとこの。 大丈夫かな俺、こんな時間かどんでみたいなね、うん、そんな感じでしたよ、うんはいで、今もお店増えてね、すごくかからある意味、ここまでやるとか、ここまでお客さんが増えるっていうイメージはなかったですね。の聞いたら、いや、もうそろそろ鹿児島帰ろうかな、うん、思ってるんやみたいな、<laughs> え、そうそ、そうなんって言うて、うん、うあっという間にパラ,パラ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 お客さん来て。 最初はね自信がなかったですねなんかねやったやったはいいけど、あ続くんかな<続>みたいな続かないだろうなと思ってましたよ。はい。それがなもうまあ言うたら会話にバーできるようになって、そうそう。ありがたいことですよね。うん。だからみんなほら視察できてるもん。ーはーはー一見目あの新しく半ズメる人が俺この間営業行ったう、ねはい、はえっとマサジロ？はいはい。 その人も、うん、いや、ここら辺でやろうかなと思って、う聞いたら、はいはい、1軒目が一番古いですよ、言うからね、はいはい、ちょっと行って,ででって、これ見てくださいよ、はいはい、5周年記念のパーティーのチケットを見せられて、はい,はい、いや、ちょっと顔ね、広げよう思ってね、はいはい、あのー僕はあんまり、私たちまだあんまり知らないんですけど、はいはい、行かせてもらうんですよ言、きょうも持ってきてますんで、今もらってぜひ。

やろうかなと思ってます、ね。いや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 、そこでまたあれでしょ、ザーチバーズの演奏会もあるんで。あ、今回はですね、ちょっと特別編成で<あ>いろいろメンバー忙しかったりちっと参加できなかったりか。あでさっき言ってたあのうごとものそのハレル君っても参加してくれるんですけど、うん、はい、もう今回だけの編成で、うん、はい、ちょっと最後やろうかなと思ってます。ああ、そう、そうなんです。どんな音楽やってるの？ない。 ですね。かつては僕はもうそれは東京でややってる頃は、僕も僕も音楽やってたんですけど、あのやっぱり自分の歌しかね、俺は歌わねえぞみたいなそんなのがあったんです。今も人の歌が楽しくて、ああそう。もういろんなってカバーの曲。はい。あの実に市場のおじちゃんおばちゃんもね、ローニャ乗れるようなね。あ分かるような。はい。分かりやすいナンバーやってますね。えたえ沖縄のナンバーとか？全く関係ないです。関係ない。それはもうメンバーみんなで決めるんですよ。 あ、どんなやろうか。あ、どんなやろうか。次、こ、れやろうぜ、あれやろでぜ。例えば、どんな。例えば。こんな夜に、お前に乗れない。タイマンズ。とかね。タイマンズ。はい。はい。清志郎さん。なるほど。まあ、まあ、わかりやすいやつですよ。僕、英語が歌えないので。みんながわかりやす。い日本語の。歌ですね。はい。あ、レイちゃん、音楽どんな好きな。例えば、今、反応したけど。 なんでも聞きますけどワールドミュージックが好きなのでそこの土地の匂いが強いものがアフリカンだったりラテンだったら単語とかサルサとかロックもロカビリーだったり結構いいろろきますね日本の今みたいな夏メロよりさらに昔の時代じゃないけど清志郎さんも大ファンだし昔の日本の歌も好きですね。 わかりました。そうか。そうじゃ、5周年記念ってチケットまだ余ってるっていうこと、はい、チケットだけ余ってるんですよね。もう <laughs>、まあ、余ってんすギリギリなんですよ、沖縄の人って。ああ、そうなんすよ。ギリギリなんですよ。決まそ,そうない。これは、あの、アーティスト、有名なアーティストでも結構若干そういうふうにあるんよ。なこのかギリギリまで買わへんみたいな。そうそうそう。 そうなんですよ。まあ、何曜日やった ?3 月17ですね。3月の17日。はい、張り切ってありますよ。土曜日。そうです。なんぼ ?5000 円ぐらいだったのそうですね、5000円です。5000円。一応ね、ホテルなんで、飲み放題当然飲み放題ですホテルね、そんなに安くならないんですよね、一応頑張って5000円、一応まあ、5周年の5ってことでね。 じゃあもう儲けなしやね。ない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 あ今ちょっと笑ったで。いつもありがとうじゃいつもありがとうの会だからないっすよ。ねとんでもないっす。全部出てきます。あそう。はいですよ。うんまあええわええはまあそのその中で飲み放題食べ放題で。そう食べ放まあまあ料理はちょっと制限はあるんですけど。あまあホテルからの出てきますよはい。三時間ぐらいやるんですか。うんそう二時間半ぐらいしすねはい。え二時間半でやめろって言われてるんですね逆に。ああそっか。はいそうなんですよ。じゃあ俺も日曜日あ。 日曜日な、で土曜日土曜日、あ土曜日な、土曜日これでしょ。土曜日これるかな。失敗した妻が日曜日バイトやねえって言おう思ってんけど、日曜土曜日すぐ電話する。いやもうほんままあもやしは俺もあのあのチケット買ってやね。よろしくお願いします。名刺配って営業マりでもしようかな。いや大丈夫ですよ。何がそれ大丈夫です。何がいやそんなあの来てくれれば大丈夫です。 いいやや、営業まですんなってあチケットだけ買ってくよ私、ね、れしかないやろ、<laughs> 行く行く行く、チケット、バーもう刺食わるよ、<ー>俺は、<ー>バンバンわ<う>かりました、はい、そういうことですね。では、えー、っとね、えー、番組のね、5連発企画の告知、ちょっと入れたいねんけど、うん、あのー、ご存知と思いますけども、あの一、ー、軒目さんにも持っていったと思うんですけど、番組のね、はい、企画がありまして、<う>これがですね、 えー、5つの、あのーまあ、ったプロジェクトがあるんですよ、はい、それの、あのー、報告をちょっとここでちょっとさせてもらいたいと思います1段目が、です凪、ね、良健一と行くはしご酒ツアープロジェクト企画っていうのがあるんですけども。はい はい、これはもうまあご存知じゃな、ね、カー野さん、僕ファイ大好きやさやさファンですもんね、大ファンです。選曲用さんで今日何選曲しようかみたいないろいろ話してま、まあ知てましたけど、これレイちゃん時に投げらけんさんなんかご存知ですか？もちろん知ってます。もちろんね、はい、東京出社やしね、<laughs> はい、レイちゃんも東京やし、そうこれでね。 それで単にはしご酒で来てくださいよということに関してはちょっとハードルが高いというかこれそういうふうな呼び方は良くないなともうちょっとあの、ね、ビジネス的にならないかなっていうところでまずえっとライブも、ね、企画してそのライブと一緒に。 プラスアルファはしご酒もえやりますよっていうような呼びかけをして、ある程度の人数が集まった時点でゴーサイン出そうかなっていう企画でなるほど、だからまあ、いろいろ1軒目さんにもちょっと協力してもらって、お店屋さんのお客さんに、なぎらけんち、もしくは来るんやったら行けそうかな、行くよみたいな人を、とりあえずあの興味持ってる人、ちょっとピックアップしていってですね、100人集まって。 えー、ゴーサイン出そうかなって,思ってははこれ大体たい、えー、ね十一月ぐらいの予定してます。あはははまあとりあえずね、えっ、ー、と言ったこと以上はあのやらないとね嘘ついてるみたいなことになりますんで、これなんとしてもあのー、やろうっていうようながこれ第一弾はいはい、えー、それで、こえー、例えばえっ、ー、とレイちゃんなんか犬と犬派かな、猫派かな、どっちなんですか？犬猫ですか？じゃあ猫かな。うん、猫のあ <laughs> 合わせてくれたんじゃないよね。 いやいや、この第2弾の、ね、企画が、ですね、うん、あそっか、知らんねんな、ごめん、ごめん、ごめん、えっ、ー、とね、第2弾が、えー、島猫映画、にゃは勝手に応援プロジェクトっていうのがあ,るあります、そ、う、れ、ん、でここ,ここにね、あのブースの方にもあのちょっとありますけども、この猫の映画を作ろうとしてる、あのーまあ、いった制作会社がありまして、で僕、猫好きやから、まあ、野良や猫がまあ特に好きなんですけどね。 ああじゃあ勝手に、あのー、応援しようかなっていう,うに動き出してたんですけどもこの間2月22日の猫の日に。 イベここの向かいの純九郎さんでやってましてね、当人の,そのプロデューサーとか、作家さんが来てましたんで、こういうふうなことでやりますよみたいな形で、だからなんとなく勝手じゃなくて、もうなんか認知されてて、えー、とこっち側にもいつかゲストで来てくれると思うんですけれども、まあこれは8月,8月の映画公,公開の予定で、今、制作している途中ですね、はい、これが第2弾。 第3弾が、ですね津則健太、猫写真出版記念、これ、ワイズ出版というところが出てるんですけれども、これ、はちょっと僕の知り合いで、ですね今回、あのー、猫の写真を撮ったんですけど、えー、この子の、えー、仕事場が、ですね員競走馬の競務員,、えー、競務員船橋競馬場って、地方競馬場があるんですけれども、そこで、員をしながら猫を の生態とか馬と猫とかを撮り続けたあ、えー、写真集が今回出版されましてこれ3月、えー、2月ですね2月に出版されてこの間ね東京の、えー、っと薬師丸ひろ子さんの番組で取り上げられて話題になって今純駆動えー、っとねランキングも結構いいんですよ楽天ランキングで入りまして今度えー、っと アマゾンでも発売されてまして、なかなか今、一生懸命頑張って、あの東京とか横浜の,あのラジオ番組に出たら反響すごいですよみたいなね、話が聞いててで、これをまたこ、えー、彼を読んで、まあ、これ6月頃予定してるんですけど、ここでまあ遠くないし、ちょっとイベントやろうかなっていうのが、これ第3弾です。えー、それで今、えー、コンタクト取ってやっております。第4弾が、えー、昼飲み猫 野良猫マップ制作って言って、まあ、大体最初はもバーって考えてたんですけどいろいろちょっと営業回ってもうやっぱり一体あそこの昼飲みのエリアって言うたらやっぱあそこの牧こ師公設市場たりがやっぱり一番多いので。 えまあ、そこら辺でまあで、あのー、のっけなくてもいいですよっていうお店もあるし、まあのっけてっていうお店もあって、まあのっけてっていうところだけでね、まっ、あ、ぽ、まあ、ちょっと制作しようかなっていうのがあって、今これもまあいろいろ、えー、営業がていろいろ回ってます、第5弾なんですけれども、これは広、えー、平、聞いてる聞いてます、はい、じゃあ、公平から言ってください。じゃ今日は映ってないんですけども、はいえー、自分、広、えー、平が詰めております。えーと 国際通通りりドンキホーテから通りに入ります入って1本目の <coughs>、えっと、信号、えっと、ダンボっていうお店があるんですけどラーメン屋さんがあるんですけどもそこを右に曲がっていただくと右手に老舗の山市ホテルというのがありましてそこの地下1階で山市食堂というレストランがありましてそこでランチでステーキを焼いておりますでですねそこであの1日10食限定、えっと、ステーキ弁当詰め放題 を着々と企画しております1日現職、原食10個売れたらもうそれで終わりなのね、この企画はね。ね、はい、そう、もうこれ今日残念でね、れいちゃんにそこのステーキ食べてもらおうかなと思ってるけど、んなんかちょっと時間がちょっとね、なかったんで、ぜひ次回ね、ねまたすぐ来てくれると思いますんで、沖縄に。で、プラスワンっていうのが、大阪、まあ、僕、大阪出身なんですけどね、大阪の歌姫といえばっていうような感じで、えーとまあ、大西ゆかりっていう歌手がいるんですけども。 彼,彼女の、えー、目標は「目指せ紅白歌合戦」っていうようなところがあってそれでまあ大,阪、えー、大阪にね、えー、っと沖縄から「千葉りよ!」って言うてね応援しようかなっていうのがちょうプラスワンで、まあ、ヘビーローテーション的に大西ゆかりの曲と柳楽憲一さんの曲はあのー、毎回かけるっていうような感じでやらせてもらってるんですけども今日はもう本当レ、えー、れいちゃん来たからね。 えー、レイちゃんの曲をかけさせてもらいましたし、三、え、十、ー、日の特番の時は全部、えーえー、レイちゃん一色でね。りやりたいと思いますので、またそちらの方もまたお聞きになってください。あと、えー、ホームページからは、えー、画像の方も見れますので、そちらの方もよろしくお願いします。まあ、そういう風な感じで、えーと、今後のレイちゃんの,、まあ、ここあの活動っていうかな、どういう風な、はい。 ととこころに行こううしてるんですかそうですすかそねまあ今は本当に全国あんしながらライブっていうのが自分のライフワークになっているんですけど、うん、結構今年は初めてこう舞台だったりとかあのいろいろ今年の12月までかいろいろスケジュールが決まってきてましてあの初めてのことにもチャレンジしながら。え舞えっと歌を歌う舞台なんですけど。うんあのー 去年か初めて私、CM の撮影もさせてもらって今年の1月1日から東京の方だけなんですけどテレビ CM 流れたりとかしていてちょっと活動の場も広がってきたりとかしてるのでシンガーソングライターっていうのを軸に表現の場をいろいろ広げているそんなです俳優の大森直さんと一緒に出てまして。 そうなんですじゃあえ、うん、ひょっとしたらなんかお話あったらそういうな役者とかやってもええみたいな考えもあるの そうですね今役者の今までレーベルに所属していて、うん、事務所は無所属だったんですけどうん、うん、レーベルはそのままで、うん、今あの役者の事務所にも所属をして,て、うんはいてそこからの話はちょくちょくあるので、うんうん、そんなこともしながらという感じじゃあ演技の勉強やってたりとかもあるの、うん、特にワークショップとかはしてないんですけれども結構自分のライブに来てくださったこう映像の仕事をしている人とか監督さんが。はいはいうん 私の書く曲の曲調とかを<う>聞いた時に「演技もしてみないですか?」みたいなお話を前からもらうことが多くてその度に私は自信がなかったのでお断りしてたんですけどなんか最近になって「人からこれをやってみろ」って言われることってどんどん減るからやってみようかなと思って今ちょっと役者業の方も。 はい、なるほど、す面白そうやね。なん、ね、でもね、トライしないとね、ほんまへー、なるほど,るほど、わかりました、じゃあ、あの1軒目の河野さんなんですけど、はい、まあ5年迎えてはい、はいえ、これからもう、今後、うん、もう、まあ、もう もう鹿児島にはちょっと帰られへんよね。いやたまに帰りますよ。いやいやまあ遊びだよ。遊びでね。もうまあとりあえずも拠点はもうここがんでも決まったそうですかね。まあね続けられる。そこまで来たらねもう頑張んなきゃいけないですよね。いやいやお客さんついてるんやからね。ありがたいことですよ本当に。も本当やな。本当です。いやいやそれもそれこそ本当に引きっぱっていくような存在だから。とんでもない。いやいやもう皆さんに感謝です。いやいやもう本当に。 あのみんな一目置いてるからブランチュにね僕が営業行った時にはい、はい、ここえー、っと今スポンサーってどこが使われてるんですかって言うからいやまだイケメンしかついてないんやみたいなえでもイケメンえあそこのままマスターそんなんやるタイプじゃないんじゃない,い間違って言っちゃったんですよん <laughs> 嘘やろ、まあ、そんなこと言えない,よういうまあまあまあ言えねんけどいやでもあれでね俺もわあ良かったやっぱりあれでね断られたら。 真尚も,うあかんなもう一軒目で断られたら、もうこの先、ちょっとどうしようかなっていうような気持ちになったんやけど、あいけると思って、またブランチがパーって噛みついてきてくれたから。で俺 その時は即答もらえなかったんですよ、うんうん、ブランチュ。でもね、なんとなく俺の中では、ブランチュ絶対あのスポンサーになってくれるっていう気持ちがあったから、あーーもうここの FM ナハさんには、今,今村さんのとこあのスポンサーどこついてるんですかって言って、一軒目だけっていうのちょっとあれやったから、一軒目とブランチュですって、もうそこでも言うたんよ。でもその後ね、一週間ぐらいしたらね、電話かかってきて、ーーぜひっていう、こうなって、あ,まあ嬉しいなみたいな。でもこれもね、一軒目さんが、えー、スポンサーになってるっていうのが、 やっぱり向こうがもうああやるあるあるあるいや一軒目がやるんやったら私らもやらなあかなんでえそあそこマネージえっと店長が女の店長でね阿波店長であの子結構チェック入れてるらしいいや今日もねここ出勤する時にね一見パって覗いたらねお客さんいっぱいでしたよってせやね俺も今日がいっぱいったみたいな話になってね本当かないやいやほんまほんまいやまあお客さんでもあるんだな阿波店長はねあの人もお酒のあ飲みますよもさもうあほんま まあ、あ,あ,だってあの声は酒を酒がれねねですね。<laughs> まあまあそうでもないかもわからんけど、わ、はい、かりました。で、大体もうあと3分ぐらいやねんけど、3分ぐらいうん、3分ぐらいやねんけど、それで曲、なぎらさんの曲いきますけど、うん、今日はなぎらさんの曲はあのー、川野さんのリクエストを、ね、いいい歌で、すよ、うん、生活の柄ってやつね、これはも、えー、ともとは詩人の、えー、山の内漠さんからの曲を。えー あの、高田和田さん、ついで、ついで、今も歌、歌い継がれて、いろんな。名曲ですね、いろんな照明が。やってるっていう感じですね。だったら、ちょっと最後、ええ、曲流しても、そのまま終わりっていうんで、最後の、まあ、締めで。レイさんからの一言。ありがとうございます。あの、今日の告知をさせていただいてもいいでしょうか。嬉しい、嬉しい。どうぞ。どうぞ。はい。えっと、今日はですね、3月9日夜、アウトプット。久米にあります、アウトプットでライブがあります。レイ山田、江西の歌、神の雫、リリース全国。 ツアーファイナルイン沖縄でございます。7時半オープン8時スタートとなっています。予約が3000円で今日当日3500円なんですけれども、FM 那覇聞きましたということで3000円でお入りいただけますので、ぜひぜひ遊びに来てください。詳細はレイヤーマダのホームページからでも見れますので、はい、ぜひぜひいらしてください。はい、じゃ川野さんからもはい、まあ3月17まあ正式な3月15を持ちまして。 6年目にあのいよいよ入ります、うんあ、これからもちょっとね、はい、従業員というか、まあ、僕の仲間もちょっと増えまして、うんえー、ますます突っ走っていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いしますなるほど、それで5周年記念が3月の17日ですね。そうですね えー、チケットが余ってるんですねあ、もうバンバンですレイさんの方はもう完売に近いって言ったんですね <laughs> あ、そういうことでしょう、ねいやまあ、ということで最後、えー、っと、はい、よろしいですかなぎらさんの、はい、タイトル、生活の柄ですね、はい、はい、どうぞでは、さようなら